じゃあちょっとパンプトラックっぽいところをちょっと走ってみます。サドルに座りっぱなしでやるとちょっと良くない例でちょっとやってみます、はい、まず悪い例ね、悪いっていうか座りっぱなしで、ちょっとあのパンプトラック的なちょっとアクションを入れて、はい、サドルの上に立ってかつ腕の曲げ伸ばしでうまくバツ重してる例です。